こんばんは。どうも。あ、カモさん。ぜひ楽しみにしてて。ちょっと今さ準備してるんだけど、なんかさやばくて今口内炎もできるわ、あと肌荒れもめっちゃしてるわ、でもう大ピンチすぎて、なんか昔よくビタミン C の薬を飲んでたんですけど、また飲み始めるようになりました。昨日から飲んでる。もうね大変だね。もう肌荒れするとね、自分の鏡見るだけでなんかちょっと嫌な気持ちになるから、やっぱり痩せなきゃってなるね。とてもから月曜日ですね。今週は何の日でしょうか。今週は何の日か分かりますか、皆さん。ね、本当肌の治安がすこぶる悪い。そうです、まさか誰かの誕生日ですね。よいしょ、誰かの誕生日ですよ。あんま実感ないけどね、実感がないですが、もうそろそろなんでござんすよ。誰とは言わんけど誰かの誕生日。いやマジで太ったりら、やばい本当に。なんでだろう、なんかな、痩せてたけどちょっと、いやでもね、決定的なね、私が悪いあれがあるんですよ。それは何かというと、メイクを落とさないで寝ることが本当多すぎて、最近もう完璧に自分のせいです。これはもう完全にリラが悪いです。なんでリラが悪い。
くないよね。なんでかな、肌汚いから太って見えるのかな。絶対そうかも。もう大変。今日はね、さやなとさやなの友達とランチしてきた。ランリーはハラミ定食、なんか結構いろんなのあったんだよね、そこ。ケーキじゃない、ケーキもあるし、なんかパスタもあるし、なんか本当ないのあんまなかった。なんか一通りあるみたいな、まあ、中華とかないけど、でもエビマヨとかある。なんかところどころ、何かしらはあるお店。なんかもともと行こうと思ってたところが、なんかほんとランチタイムに行ったからいっぱいで入れなくて、でなんかちょっとおちゃんな感じのところ見つけたから行ったんだけど、そこに何でもあった。なんか私はなんか迷ってたんだけど、チキン南蛮タルタルみたいなやつか、ハラミ定食か悩んでたんだけど、ハラミやっぱね、肉ってなっちゃって、ハラミ定食にしました。でも平日ランチとかもうなかなか行かないからさ、あんまり昼ご飯はあんま食べないから、だからなんか新鮮でした、とても。皆さんはランチ行きますか？でもやっぱね、サラリーマンとかさ、なんか OL さんっぽい人がさ、ランチは多いよね。多かった、すごい。回転寿司行ったら回転してなかった。あれじゃない、なんかもう最近いろいろ事件があったからかな。でも絶対そうだよね、事件があったからいろいろと回転寿司側もなんか回転寿司とは歌いつつもなんかできなさそう。平日休みだから行く、今日ランチ？日替わりランチとか安くていい。なんかさ、今日さ、ま、結構さ、なんかここいいじゃん、なんかここいいじゃんみたいな感じでさ、ま、歩いて回ってたんだけどさ、なんか唐揚げ定食みたいな、結構、あ、違うな、天丼天丼定食みたいな、エビ天とお蕎麦のなんかセットみたいなのもあったりして、なんかうわこれ食べたいってなったけど、みんな3人で行ったんだけど、なんかみんなその気分じゃなさそうだったから何も言わなかったけど、なんか天丼めちゃうまそうだったっていう
ランチって意外と、でもね、ランチ食べるとね眠くなるんだよね、なんか給食の後みたいな感じで。だから今若干眠い。若干眠いね。みんなランチ行くとしたらさ、どこ行きますか？何ランチ多め？寿司？それはもう寿司大好きマンじゃん。寿司大大好きマンじゃないですか、それはもはや。でもあんまお昼に寿司食べたことないかも。なんか回転寿司って言ったらなんか夜のイメージは私だけですかね。あの昨日はなんかその友達の家になんか引っ越したからなんか来てみたいな感じで、友達の家に友達がお家に招いてくれたんだけど、なんか料理作ってくれて、なんかめっちゃ美味しかった。久しぶりに人の手料理を食べた気がする。おじめちゃ美味しかった。昨日はごちそうになっちゃって。なんかいろんな人に作っては振る舞ってるって言ってて、その友達が。めっちゃ美味しかった。なんか自分も自炊始めようかなって思ったくらい美味しかった。です。やっぱさ、料理できる女の子ってさ、なんかかっこいいよね。うちもなんか料理始めようかなって毎回言ってるけど始めてない。私でもね、料理女子かっこいい。やっぱさ、男性はさ、料理作れる女の子の方が好きだよね。なんか唯一料理したくない点としては、洗い物が世界で一番家事の中で大嫌いなの。フルーチェ可愛いかよ。フルーチェ可愛いね。なんか雑炊以外は何でも作れる。私雑炊だけは本当作れないの。雑炊はいつも失敗しちゃうね。雑炊ダメです。なんか雑炊ってさ、なんか私さ、なんか水っ気、スープっ気がないやつがさ雑炊だと思ってたのよ。けど雑炊だからなんか
なんていうんだ、なんかおじやみたいになんかブニョ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 が雑炊だと思ってたから、なんか雑炊いつもなんかブニョブニョにして美味しくないなってなってたけど、雑炊ってなんかさ汁あっても別にいいんだよね。今は作れなくてもなんとかな、なんとかなるかな、なんとかなるならいいんだけど、別に。なんとかなるならいいんだけど、とか言って。今日は結構、なんか何かしながら聞いてる人が多いのかな。コメント少なめで寂しい。料理を したい料理始めたい。お料理に関しては本当口だけ人間です。毎回献立考える大変、大変そう。なんかやっぱさ、ママとかになったらさ絶対作らなきゃいけないじゃん、料理毎日。献立困りそう、私大変色だからさ絶対苦労する。何中？準備中です。でもリラの手料理はね割と作らせたら美味しいっちゃ美味しいよ自分で言うなって感じだけど、なんか何でもいいなら本当になんかこれ食べたいって言った時にうんこれはちょっとって言わないでねってなる。本当に何でもいいなら、何でもいいって言われたらもううちなんか自分が食べたいやつしか言わないかも。何でもいいとか言われたらね。私が食べたいのって大体同じだから、ほんと牛タンかネギしか赤からか、今の時期はね。ネギしか赤からか寿司か、あ、カニクリームコロッケだよ、作ってみたい。けど今そんなカニクリームコロッケ作れるほどの時間がないからあれだけど、カニクリームコロッケは一回自分で作ってはみたい。あとは思う。いろんな店な行かないかも、あんまり。ほんと同じところばっかり。もう行きつけしか行かない。行きつけ、行きつけ。でもクッキングは好きなんだよ。キングは全然好きだけど、
なんか本当洗い物だけ、なんか洗い物してくれる人いるなら全然別にクッキングしてもいい超自己中発言しちゃった今。でもね、なんだかなんかカニクリームコロッケはね、なんかテレビでカニクリームコロッケ作ってた人がいたんだよね。それ見て多分うわカニクリームコロッケ作りたいなって思った気がする。かな。なんかだから人とご飯行く時ぐらいだね、なんかこう冒険するのは。結構なるとかとご飯行くってなると、なるがいろいろ教えてくれる、なんかここおいしいよとか、なんか知らないことを教えてくれる農さんと一緒にいると、だからすごい楽しい。このあね、今日セリちゃん誕生日だね。おめでとうラインしたよ、セリちゃんに。ご飯行こうって。またなんでだろう、 Wi-Fi の調子が良くないのかも。聞こえる今。聞こえるかい？よかった。なんかね、たまに Wi-Fi が癇癪起こすんだよね、この Wi-Fi が。携帯の Wi-Fi？ 携帯から Wi-Fi 飛ばしました。なれよかった。音声良好。うるさいくらい。で最近ね、ちょっとずつなんだけどね、なんかエクステつけてたから髪がめちゃめちゃ薄毛だったの。リラちょっと薄毛だったんだけど、なんか最近ね、なんか毛量が増えてきた。ちょっとずつちょっとずつ。舞台チケット予約しました。ありがとう。エクステすると薄くなる。え、そう、エクステするとね、なんかエクステするとなんかダメージがすごいね、ひどくなるの、めちゃくちゃ。なんか抜け毛がすごい抜けるから、これね、エクステつけると髪が抜けるんですよ。こんばんは。
今日でもエクステつけてるとね、あんま髪伸びないかも。普通に髪の毛抜けるから。大変よね大変よね。そうやって、そうだからね、早くもうちょっとだけ髪の毛伸びてほしいな。なんかさ、髪の毛さ少ないとさ心配になる。なんか自分の髪の毛触っててさ、やばい髪の毛がないってなるからさ、なんかもうちょっとぐらい髪の毛生えてほしいかも。生えてほしいっていう言い方もおかしいけど、もうほんと極限にない。次にないとは意味わかんないけど、なんか見てる分には全然なんかあれだけど、なんか自分の体感髪の毛がないっていうことが言いたいんです。なんかほんと髪の毛すきまくりすぎたみたいな感じになってる今から。なんか昨日は亜鉛飲んだ。なんかさ、亜鉛飲んだらさ、なんか髪の毛がなんか髪の毛伸びるらしいよ、亜鉛飲んだら。髪の毛伸びるらしいっていうか、髪の毛とかなんか体毛がなんか濃く、まあ、体毛濃くなるのもさ別になんかさ求めてないからさ、なんかすごい難しいんだけどさ、亜鉛飲むとなんか毛の伸びが早くなるらしいよ。いや、今はちょっとね、なさすぎだね。わかめ食べたら髪の毛サラサラになるってよく聞くけどね。でもね、昔ね、なんかわかめね、めっちゃ食べてたよ、リラ。わかめ食べ過ぎてて髪の毛めっちゃサラサラだったよ。なんか本当にサラサラだった。わかめパワー。わかめはね、いいらしいよね。あ、そうなんだ。海藻、あ、亜鉛ってなんかさ、あのあれなんだね、なんかサラサラにもなるし、髪の毛が生えやすくもなるんだ。あ、ね、よくそう、キューティクルって言うよね。キューティクルが足りないわ私の髪はみたいな。いやでもね、女の子なんかさ、やっぱさ、男性ってさ、なんか髪の毛が綺麗な女性が好きとかって言う人多くない？なんか多い気がするんだけど、髪の毛がサラサラな女性が好きですみたいな。だからやっぱさ、髪の毛のキューティクルってさ、なんか大事だなってさ、リラはすごい思う。
でもさ、でも男性にもさ思うかも。髪の毛さ、なんかサラサラとかの方がさ、なんかあ、この人髪の毛サラサラですごいなってなるかも。なんかたまにさブリーチ毛とかでさ、なんかすっごいゴワゴワ、なんかその髪さどう傷んでるみたいな人とかいるじゃん。なんかそういうのとかはちょっと気になるかもしれないかな、かなとか言って。日本人の黒髪はさ、すごい、ほんと綺麗だよね。なんかさ、日本の美容室ってさ、なんかトリートメントとかさ、すごいなんか特化してない？わかんないけど、なんかさ、海外のさ美容室とかのなんか映像みたいな見たことあるけど、なんか日本の美容室の方がすごいなんか良さそうって思うのは私だけですかね。あ、天使の輪ね。天使の輪めちゃいいよね。天使の輪はすごい。綺麗。でもなんかさ、やっぱ日本人はさ黒で生まれてくるからさ、なんか金髪とかさ茶髪とかさ、結構ハイトーン系の色にさ憧れたりするけどさ、海外の人からしたらさ金髪で生まれてきたりとか茶髪で生まれてくるじゃん、もともとが。なんか黒髪にしたいなとかって思うのかな、そういう人たちって。どうなんだろうか。でもさ、結局みんなはさ、女性のさ何の髪色が好きなの？一番好きな色。なんか普通に推しがこの色だからとか関係なく、何色だとわいいなこの子みたいな思うんだろう。やっぱ黒かな。黒？でも旅館の人はさ、逆にさドチャパツとかだったらさ、ちょっとびっくりしない？わかんないけど。やっぱでもめっちゃ黒だね。みんな黒じゃん。揃いにも揃って黒じゃん、みんな。圧倒的黒髪だ。
やっぱ黒か。でもいいよね、なんか黒髪似合う女の子ってさ、すごい素敵だなってミラーはめっちゃ思う。ミラーはどちらかといえば顔が黒いからさ、顔が黒い、顔がそんなこう白くないからさ、なんか茶色いから黒にするとなんか膨張して見えるから、なんか黒よりはなんか茶色の方が可愛く映るかなって思うけどさ、でもやっぱり黒髪が似合う女の子には憧れる。なんか逆に茶色が似合わない女の子とかたまにいるじゃん、なんかそういうとかすごいなって思います。あとやっぱさ、肌白くなりたい。なんかさ、顔が茶色いの、顔が、黒いとは思ってないけど、自分の髪の毛顔が茶色いのちょっと嫌だ。ハイトーンね、ハイトーンやりたい。でもなんかセリカとかめっちゃ黒髪似合うやん、なんか肌が白いからさ。なんか昔セリちゃんって肌白くて髪の毛黒似合ってすごい羨ましかった。でもほんと隣の芝生は青い状態だよね。なんか自分の持ってないものにやっぱ人間はさ、羨ましいなって思うよね。さ、生まれ変わったらさ、男の人になってみたいとかさ思ってたけどさ、なんかちゃんと考えてみて、生まれ変わったらもう一回女の子になりたい。あ、どうだろう、いや男かな。生まれ変わったらみんなはさ、どっちがいい、女の子か男の子か。犬それ人間じゃなくない？動物がいいの？動物でいいの？じゃあ動物は分かったから、人間、男か女かで言ったら、どっち？猫になって金持ちに飼われたい。もう人間じゃないやんそれ。みんな人間じゃなくてさ、動物がいいの。もう一回自分で生まれてやり直したい。あーでもね、それはあるかも。リラももう一回生まれて自分やり直したいかも。
生まれ変わったら自分になってやり直したい。でもなんか男に生まれ変わってみたい気もある。この青あるかな。来世もリーさんに会いたい。本当？来世もリラに会いたいか。でもさ、前世ってさあるじゃん。みんなさ、自分の前世何か知ってる？神様。なんかさ、リラ、自分の前世さ、一回占いで聞いたことあるんだけどさ、忘れちゃったんだよね。なんかさ、一回あれやってみたい。なんか自分の前世を占い師に聞いたら、本当にどの占い師も同じことを言うのかっていう検証してみたい。前世はミジンコかも。なんでミジンコ？え、嘘だからこそみんななんて言うのか気になる。嘘だからこそね。でもさ、だからこの占い師はなんかちょっと信じられないなみたいなこととかにさなってくるじゃん。だからちょっと気になるよね。本当にさ、でも自分の前世って分かる人いるのかな。やってみたいのは、この検証は本当やってみたい。みんななんて言うか口を揃えて。面白そうじゃない？靴下がない。 Oh my god。 でもさ、占いってさ安くないじゃん。なんか占いってまあまあ値段さするからさ。なんかこう気軽にさ行けないよね。なんか前世、自分の前世は何でしたかって聞くためだけに占い行きたくないしね。
ていうかもうそもそもランディは今年占い禁止令出してるんで、なんか周りの友達が、まあ、結構みんな占い好き多いんだけど、占いに行こうが占いに行かなこうが行かないって言おうが、もうリラは、ね、絶対行かないって決めてるの今年は。もう占いに行ってもいいことがなかない、本当に決めてるんです、禁止令もう自分の中で出してる。でもやっぱさ、みんなのさ占いの話を聞くとさ、なんかやっぱり行きたくなるんだよね。なんか昨日も友達とさ占いの話しててさ、すごい行きたくなったけどダメ、でももう自分の心の中で抑え込みました。偉い、マジ偉い、ほんと偉いよリラ偉いよリラ。もうなんか自分を、自分のことは自分で褒めてあげてます。こうやってペットかよ。なんかさ、一回占い結果でさマジで落ち込んだことがあって、そっからはね占い恐怖症なんですよ、アンリーは。そろそろ終わろっかな、お時間が迫ってまいりましたので、そろそろ終わろうかなと思います。で、お時間です。でもね、まあまあ喋ったよ今日まあまあいっぱい喋ったよ、もっと喋りたかったけど、今日は終わろうです、終わろうです、今日は終わりです、またやるよ、また明日やるね。ということでランキング読みます。13位ダレルン、ありがとうございます。そして12位がジャンツーペンギンさん、ありがとうございます。そして11位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして10位がカネッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位が鈴木一郎さん、ありがとうございます。そして8位がイーデックさん、ありがとうございます。7位がベンさん、アットマーク8頑張れ、ありがとうございます。そして6位がグアポさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。そして5位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして3位がトリライジさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位が福くさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとう。次回のハリポタ上映会はいつですか？いつだろう。まあ4月中には1回できたらいいなって感じですかね。はい、ハリポタ寝落ちしてしまった、あれま、また次見ましょう。ということで今日も聞いてくれてありがとうございました。ではこの辺でさよなら、ランディー、バイバーイ。